どうも、山田秀郎です。今日は井上さんとご一緒してます。今日は井上さん、これどこに来てるんですか？僕らはこれはですね、あの延岡です。延岡、我々の懐かしき延岡、懐かしき延岡に来てまして、はい、でさらにあのなんかありますよ。なんかありますね。これあのうちの元スタッフ山根、山根さん、延岡円九郎さんの担当者なんですけど、はい、の延岡の事務所です。事務所にね、はい、和風な感じのね、はい、あのリノベーションというか、まあ、掃除をしただけというふうな何かこうリノベーションなのかわからないところに今来ております、はい、非常に居心地がいいです。居心地いいですよね、はい、あの神社の参道のもう目の前にあるという好立地。これ乾事務所の遺伝子ですね。まあうちも、はい、参道沿いにあのオフィスがありますね。え、はい、すごいことだな。でもさっき来てびっくりしましたよ。同じじゃん、しかも右側だしって思って。確かに同じ側におるじゃんって。そうなんですよね。私が受け付けられる。すごい、はい、で、井上さんと僕はだいぶご無沙汰ですよね、今日ね。ご無沙汰だったか。本当にありがたいことで、延岡市にね、来てご一緒させてもらって、うん、久しぶりにお話しして、うん、で、僕らはほら、あの本をね、一緒に往復書館で長いこと書かせていただいて、で、ね、で、僕、ついぞだから僕はあの井上さんに建築についてお尋ねするよりも前に、うん、井上さんから街づくりのいい質問いっぱいいただいちゃって、うん、こっち調子に乗っていろいろ喋っちゃったら、うんうん、それで終わっちゃったっていう、しまったっていう回になってて、うん、今日はだから僕は、うん、井上さん最近どんなこと考えて設計してるんですかと、なるほど井上建築の今おもろいおもろ点はどこですかみたいなのを聞きたいんですけど、わ、はい、かりました。すいませんね、無茶ぶりで。答えるかわからないんですけど、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんな感じなんですか、今は。いきなりですか。はい、もう三等職直入入と。感じなんでしょうか。まあ、日本の全般的な流れというかですね。おうおう、建築の流れね。流れというか、まあ、うん、なんだみんなが関心があるのかなっていうふうに思うのは、うん、やっぱり、街づくりと、まあ、建築プロジェクトを、まあ、連動させたいという興味はみんな持ってるんじゃないかなというふうに。若手多いですよね。若手多いですね。はい、多いと思います。うん、で、まあ、でまあ、今私の場合延岡で山崎さんのような方がいらっしゃって、うん、あのそういう街づくりに対してどうするべきかっていう骨格的な組み立てをしていただいたところに建築で応えていくっていう、まあ、関係性があったんですけども、うん、まあ、最近の若い方見てるともうそこまで全部もう自分でやっていくっていう方もいらっしゃいますし、すごい、うん、またまあそれだけじゃなくてもうさらに不動産までっていうのを出してるからやってる。そうなんですよ。事業までね。そうですね、やっぱりその事業の組み立てがもうもはや大事なんじゃないかっていうことまで、まあデザインだというふうに見なして取り組んでおられる方っていうのが、まあ、出てきたっていうか、まあ、この10年たくさん出てきて、本当そう、だからちょうど我々がソフトハードってやってね、うん、こういうコミュニティの方々とってやっているのと、それからまあ建築家はただ依頼された建物を建てるだけじゃなくて、本当に事業全体のことを考えたい。ただその当時はまだ、じゃあそういうことが事業できる人を呼んでこようみたいなことで、呼ぶ人たちが見えてるからこういうリノベとかいうことになる。さらに言うと、まあ例えば土地や床を最初に建築家が買っておいて、で将来的にこれ価値上がるっていうことも含めた不動産プチディベロッパーみたいなことをやる人まで出てきたけど、今さらにこの中に入る事業者まで建築事務所がやってるやつも出てきてますよね。このカフェやってるとか、建築事務所が結局誰か呼んできて家賃もらうんじゃなくて、本人たちがやり始めてる。もうなんか何段階か行ったなみたいな感じがしますね。そこまで確かにいます。運営者になっちゃう、なっちゃってる。ゲストハウスやっている建築家とか、はい、すごいことになってきて、はい、まあまあ本当面白いし、うん、まあ、言ってりゃ要するに口開けてれば設計のその仕事が入ってくる時代ではないから、うんうん、だからどんどん攻めていって、 そうですね、でそこに建築的発想が、うん、まあ、結構いい感じで効いてたりもするの で、うん、そうですね、あれは眺めててなんか僕なんかワクワクするんですけど、井上、うん、さんとかは どうああいう動きを見てるんですか？そうですね、まあ、私はやっぱりちょっと世代的にちょっと上なんで、そこまでスタンこう軽やかにそこまで踏み込める、まあ、体力ないなっていうのはまあ正直なところです。なんですけども、まあ、それに近い形で仕事はできたらなとは思ってます。なるほどね、はい、例えば、まあ、僕らよりももっと上の世代が見るとですよ、はい、これは想像するにね、うん、
いやー君たちそういうことやるのもいいけど、うん、もっと設計のこと真剣に考えて、もう24時間設計のことばっかり考えないともういい建築できねえぜって思う人もいるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあそうですよね。犬西さんだってそういう教育受けてる世代というかですね、我々まあそっちだったと思うんですけど、そういう気持ち湧いてこないですか、ああいう生かしたナイスなことやってる若手たちにいよいよもっと設計のことやんなくていいのって思う気持ち出てこないですか。まああのはい、それはあのそういう側面はありますよね。やっぱりまああのちょっと甘い甘いここで YouTube って全国流れちゃうのでもそこはもう言っちゃっていいんじゃないですか、それは。でもそれはだって設計だけ見ればもちろんそういうところもあるしね。はい、なるほど。まああのそうですね、あの甘いというか、まあもうちょっと面白くなるんじゃないかとか。ああ、なるほど。あの場所としてね。なるほど。作品っていうことはもう置いといたとしても、うんうんうん、この場所としてもっと良くなりそうなのになっていうのはやっぱありますね。なるほど、はい、なるほど。それって、うん、例えば純粋にこの形とか、うん、まあその生かし方のようなことをずっと考えていくと、うん、確かに甘い、うん、ただもし自分が事業者になり、うんうん、お金も自分が出さなきゃいけないし、うん、お金を借りて、うん、さらにその返済のスケジュールも頭に描いているとき、うん、完璧にやるとすれば確かにここぐらいまでやったらもう甘さもあまりなくなるぐらいピタッといけるんだけど、でもちょっと全体の事業で人件費とかも含めて考えるとそこに金かけられないなみたいなところで、結果として形だけだと甘く見える、そんなこともあったりするかもしれないですね。要するにデザインの軸がまあやっぱりもともと建築ってこう視覚芸術っていうか、こう見た目どうなんだっていう、まあもちろん視覚と経験っていう2つを軸にデザインされてたんだけど、そうじゃなくてそのファイナンスの問題とか運営の中でどういうのがいいかっていうファクターが増えてるわけですね。なのでまあ私みたいにこうやや古いあのクライテリアで見てる人間からすると甘いってなってしまうっていうのはあるのかもしれない。なるほどね。だから一概に私はそのそういう作品というか、まあ、そういう建築を見て、うん、なんかとやかく言うつもりはない。ただ言われればまあちょっと甘いかなっていうコメントはします。そもそもだって最近建築どうですかって言った時にね、あの言い始めたのがそういう若い人たちが面白いことやってるっていうんだから、うんうんうん、ある種評価もしてるし、ね、気になってるし、ただどうですかって僕みたいにズケズケ聞けば、うん、正直に答えれば甘いと思うところもあるよねっていう、うん、そういう感じですよね。そうそうそう、なるほどね。なるほど、はいはい。でそんな乾さんはじゃあ今建築自分が設計するときは、うん、なんかこの注意してることとか自分の中でのなんか今のなんだろう、この流行りじゃないんだけど今結構私こういうふうに考えがちねみたいなところってあるんですか。なるほど。まあその最近のそういうこういろんなファクターを、うん、思ってやってる設計っていうのはこう面白い雑多さがあるんですよね。ああ雑多さっていうかな、まあ、今みたいにそのクライテリアが多いっていうことに、はいはいはい、まあ、あのからかあの同じ話なんですけれども、まあ、いい意味での雑多さっていうのがあって、それがまあ建築としての面白さに結びつくケースはやっぱり あるそれがまあ気になっていて、おそれがこう自分の設計にもそういう雑多さってどうやってこう繰り出すというか、うん、自分の設計の中にもそういうものを生むにはどうしたらいいのかなってのは考えてるんですけど。おーですか。あの要するに建築ってこう純粋にするの簡単なんです。ルールに従ってそれにひたすらこう向かっていけば、うん、どん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 綺麗になっちゃうんだけど、うん、それが結局居心地を結局なんか緊張感のある空間になっちゃったりとかなりますよね。なんか人を配慮する雰囲気になったりとかっていう風に向かっていくと良くないじゃないですか。確かに、うん、でそれよりはやっぱりこうみんながこうリラックスするような場にするにはどうしたらいいのかなって考えた時に、うん、まあ、なんかある種の雑多さってなんかあるといいのかなって思ったりして、うん、それがまあうちはそんなにこう街づくりと一体のプロジェクトとかやってないので、うん、設計だけでどこまでいけるのかなっていうのはまあちょっとや気になってやってはいるもののそんなに言えるほどできてるかっていうとちょっとわかんない。でもそれは面白いな、うん、だからまあそれこそ近代の建築、うん、ね、それより前に雑多なものがあったのをやっぱりすっきり整理したじゃないですか、うん、一回ね1920年から60年ぐらいまですっきり整理した、うん、だけど60年ぐらいから
それじゃあダメじゃないと、ちょっと雑多、記憶に残る、親って思わせる、それいるじゃないって言って、またこれ今度60年ぐらい今それの試行錯誤をやってきたんだけれども、それはただ形の上でとか哲学を援用してとか、新しい地域主義だとかって言っていろいろ雑多さの違うものを模索したんだけど、それより今はなんかそういう新しい事業もセットで考えちゃうとか、あるいはリノベをやるから残ってしまった面白さみたいなものとか、そういうそのなんかもっと基準がいっぱい増えたからこそ生まれてる雑多さみたいなものがあって、乾さんは作ろうと思えば綺麗に本当に作ることができる人なんだけど、それだけではない雑多さをどうやって作ればいいんだろうって考えている。それがおもろいな。そう、まあ、ちょっとひね、なんかややこしい話ですよね。一周回ってきてる感じがする。すごい一周回ってる。うん、でもそれは面白いし、今の若い建築家の方々が勇気づけられる気がする。そうか、そうかな。私が勇気づけられてるんだけど。乾、うん、さんもそこか、よしっていう。まあそうですかね。よしって思ってる人いるんじゃないかなと思う。なるほどね。僕はね、最近、まあさっきちょっとそのちょっとぬるいなっていう言葉が出てきたので、それを乾さんだけに言わしておくのはもう申し訳ないから、はいはい、僕も悪者っていう、乾さんがさっき悪者になったみたいになっちゃうけど、僕の生意気を言わせてもらうと、はい、なんかね、最近やっぱりこう僕はアンティークとかをちょっとやっぱり自分の趣味で見すぎているのか、古物商とかアンティーク商の特にまあベルギー界隈の、うん、なんかセンスのめちゃくちゃいい目利きの人たちが収めた空間をちょっと見すぎちゃっていたのか、うん、今おっしゃったような意味でのちょっとシュッとしたおしゃれカフェみたいなやつが本当に物足りなくて、うん、例えば どれのこと言ってるんですか。ちょっと今そのベルギーとか難しい、なんか何を今指し示してるのかを今像としてもすごい、確かにね、具体的にここに絵出せるとこういう感じなんですけどって言うんですけど、例えば古物商でアクセル・ファーボルトって日本語でちょっと発言が発音が違うんですけど、うん、彼は、うん、まあ、東洋西洋両方大好きで、うん、ずっとアンティーク集め続けた人 で、うんうん、で彼自身リノベとかも、うん、まあ、向こうの有名なお城とか買っちゃって、うん、なんかリノベしてやったりするんですけど、うん、そういう人たちが選んでいる古いものや、うん、壁の質感みたいなものとかは、うん、それなりにやっぱすげえ金かかっておられるのは確かなんですけど、うん、そういうのばっかり見てて、うん、でなんかおしゃれカフェみたいな日本で行くと、うん、あ、なんか大体これだよねっていうふうに思っちゃって、なんかぬるいっていう言い方は設計された方々に申し訳ないんだけど、あのもうどっかで見たやつがここでもこできたのねっていう、もちろんそこなりの空間の工夫をしてるんだけど、なんかもうまたこういう感じかみたいなのが見えちゃって、なんか建築のがインテリアでやることのなんだろう限界なのかどうなのかもわかんないですけどね、うんうんうん、まあ、予算ももちろんあるじゃないですか、うん、限界、そんなすげえもののこの仏像の顔みたいなでっかいやつ置いてあったりするんで、うん、そんなの無理だろうっていうインパクトあるんですけどね、うんうん、なんか建築の今できてきているものが、うん、すごくああまたかって思っちゃう、まあ、禁止化とかあんまりそういう言葉でも言いたくないですけど、うん、なんかあこれあるなっていう感じのレベルに落ち着いているものが多い気がしていて、まあ、確かに確かに、でワークショップやってると、うん、市民の方々は実はそれでいいんですよ、うん、で僕が勝手に一人で物足りねえなと思ってるだけなんですよね、うんうん、ただ趣味の問題として、うん、だから僕がこの見方でいいのかどうかっていうのが分かんないんですけど、うん、なんかこうああこの感じねまたかみたいなやつがあって、うんうん、これってこれからどうなっていくんでしょうね。うーん、なんとなく分かってきました。なるほど、そうね、まあ確かにそのもう記号的になんとか風になってますよね。コミュニティ風というちょっとコミュニティ、あります、うん、あります、コミュニティ感の高い空間ってな、空間ってなれば、うん、あの感じねってのあるし、それからリノベカフェっていうと、うん、あの感じねってあるんですよ、うん、それでってみんな満足はしてるんです、あの、うん、一般の利用者の方々は満足してから何の文句もないんですけど、一、うんうん、人勝手にうんまたかって思ってる自分がいて、うんうんうん、まあ、自分で処理しろよってことなんですけどね、感情をどんな風に見られてるのかなと思って、乾さんは。まあそれはだから私が甘いって言ったものとかもつながる、近いと思うんだよ、多分近い感覚なんじゃないですかね、やっぱりその今おっしゃられた事例は私は見てないですけれども、うん、おそらくまあ非常にその時間の蓄積を感じたりとか、はいはい、まあ、その作家の哲学的な思考みたいなものが、うん、やっぱり端々にこう見えてくるっていう面白さを感じられるんだと思うんですよね。
それがまあ割と記号的になんかこう白と茶色を組み合わせとけばいいみたいな、なんかまあそういうものが最近多いので、それはそんなにイージーにまあやってもいいんだけど、そうじゃない、まあデザインってもっと面白いんじゃないのっていうことをされたようですね。確かに、そう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 、それはあるんですか。なるほどね。そっか、ちょっとじゃあ次行きたいんですけど、一旦今日の回ここまでにして、ほら教育にも関わって長いじゃないですか、はいはい、こんな状態になってる時、じゃあ乾さん建築の教育って本当そんな事業のことまで言わなきゃいけないのか、不動産のことまで教えなきゃいけないのかも含めて、この次の動画でもう一回ご登場願ってもいいですか。はい、わかりました。すいませんで、はい、一旦ここまでにしたいと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございました。